農水省は卸売業者に対して米の円滑な流通への協力を2度にわたり求めていて、坂本農水大臣はその効果が出たとしています。また、高止まりしている価格については、今後、新米の供給が進めば、需給バランスの中で一定の水準に落ち着くとの見方を示しました。